おはようございます。あれ、え、やばい、おはようございます。もしかして、おはようございます。え、バディーズじゃん。えぇ、ー、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。バディーズ今日はよろしくお願いします。じゃあ、だるい、やめます。じゃあ、行きましょうか。握手をお願いします。あ、すいません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 。帰れ帰れ。じゃあ、ちょっとパート、ライブあるんで。お願いします。絶対、見に行きます。見に行きます。ありがとうございます。はい、レコレコ行きましょう。あ、春樹くん、ステージ行きまーす。おはようございます。お願いします。やばい、うわ、今調整してくれてるから。来た、やばい。明らかに前よりでけえな。ちょっと待って、やばいやばいやばい、ガチやば。あ、俺ガチガチテンション上がってる。本当？え、これ上がっていいやつ。もういい。あ、ちょっとしてんね、会長。あ、初めてステージちゃんと見たんで、これが噂の2階かっていう。寝れなかった。寝れなかったです。マジで。なんか僕普段この袖に本番前来てやっと緊張するんですけど、ちょっと昨日の朝から緊張します。いやー、もう、いやー、いいな、マジか。今日まず一部、ちょっとさっき車で来た時にやっぱいっぱいいて、会場の前うわーってなって、なんかちょっと言葉なかなか出なくて。え、照明すごくね。やばい、レーザーやばい、レーザー見てやばい。おい、えケビンやばいね。オーアンドオンジョ、あれだ、今レーザーじゃないだから。やべえな、レーザーやるから。やばいな、フミヤ、楽しみだな。え、普通に俺さっきやばかったっすよね、テンション。待って、これケビリカルやべえんじゃね、マジで。やばいよ、絶対。え、じゃ、え、あっち行ったんだけど、テンション上がり、やばい、マジ。え、俺ずっと跳ねてましたよね。え、僕マジやばいからね。デブンツテンツデダン、うわ、すげえ。ファンさん、28列目の14番さん、15番さん、17番さん、17番さん、18飛ばして、19番さん、ケビンの列。うわなんだこれ、ここだけパーマかけたくない？なんで？みんな的にはどう？コメントさ、なんで？たくさんしてくんね、なんか。なんで？ここだけパーマかけた、どう？どう？うん、まあいよいよって感じでございます。まあでも近いっすね。全然。全然見えるわ、余裕で。後ろのお客さんまで、後で2階も行きましょう。いいっすね。でもやっぱ大きいだけがね、全てじゃないですけど、とはいえやっぱできることがね、増えるんで、大きい会場だと。みんな見てくれる人もそれだけやっぱ多く入れられるし、いろんな人に見てほしいですね、これからも。だからそのためにはやっぱいいライブを僕たちが届けないといけないと思うんで。いや、これやばいっすね。うわ、ございます。朝からたくさんの準備、皆さんありがとうございます。今回のこのサンライズ公演、まあ、僕たちにとってもこう節目になるような、大事なライブになりますので、僕たちも全力で頑張りますので、皆さんもどうか一日よろしくお願いします。本当にリアル一番仲良く最初になったのかな、だから。マジ嬉しい。懐かしいわ、あのピンクのトレーナー着て、黒髪でグレーパンツ履いてたから、懐かしいわ。めっちゃ覚えてるね。グレーのパンツに、上流から下流へ、ギョッ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 っていうやつをいつも一人でやってるんですよ。それでいい。もう、さあ。最高なる毎回。じゃあまず普通の考えちゃうね。やばい、やっと
と11人揃ったぜ。最初で最後。よし。スターライズ。はい。7ヶ月ぶりのワンマンライブになるんで、かなり、ね、お待たせしましたので、もう必ず幸せにして帰り、返しましょう。はい。はい、じゃあ行きまーす。BUTDIS! ブザー BUTDIS! BUTDIS! やっぱこれだわ。I'm a nail in your boy地球に来た、oh, oh. 星を越えて、oh, oh. 学校学生です。普通の学生に戻っちゃうの。はい、やったわマジでバディーズのファン一人増えたなあバディーズのファンに。いやでもユーバ押すか分かんないじゃん。いやいいよ。4、5、6、7、8 OK 森ケビ何が。いや、なんかね、すごいね、存在を感じるステージ。いや、だけだけだ。うん、違う、あの踊っててやっぱいいもん。本当に。そうそう、あ、やっぱいいなと思った。すごい好きって思った。あ、好き。なんか心強い、マジで。あ、僕も好き。今日はね、新曲、また違う曲があるので、それがね、僕的に本当に大好きな曲だったりもするので、テンション上げてね。ちょっとね、昨日よりは余裕あるから、まあやっぱ結構ね、ダンスを見せるシーンが多いので、今回は結構かましてやりたいなと思います。11人の姿を最後目に焼き付けてもらって、悔いのない11人ラストライブにしたいなと思います。だって一人で爆笑してるよ意味がわからないもううまい。でもやばいです。めっちゃかっこいいです。かっこいいね。カナダの髪型ね。めっちゃいいっすか。めっちゃかっこいい。やばい。めっちゃいい。ここやばい。これやばいっす。これやばい。モーリーセットだから、いつもかっこいい。もう本当にいつもかっこよくさせてもらって、もう一個撮ってました。最高だね。やばい、めちゃくちゃかっこいい。こんにちは。今日も本番前に頑張っていきたいと思います。キキキキキケビンです。今日も君の心をぶち抜くよ。ほら、横浜に全く一緒だ。もう、毛先だけの下感じ。うわ、ほんと、ほんとだ。あの、エリアシとか。エリアシのメグゼ。あれ、メイク道具ってこと。いや、マジ懐かしいな。エイリアンボーイが一番最初の MV 撮影ですからね。すごい、なんか、ワンカット撮るのに結構、いろんな試行錯誤して、何回も撮り直してキュン。あとは、だからみんなも多分、昨日の感じ掴んで、だいぶ、なんか表情も明るくなって真剣なやつ。ステージをこう楽しんでる感じあるので、なんか11人でしっかりそこをあの出せていけたらなって今日は思ってます。真面目なやつ。多分昨日はわりかしみんながこう前へ前へっていう感じだったのを、今日はしっかりそれを全員のテンション感を11人で合わせていけたらなって。実は一番緊張してるやつ。そう。どうしたの。なんかグローブするの今日。せっせっせ逆だろ。まあ確かに元かっこいいけどさ。いや、同期組だ。同期ですね、ここは。全くもうずっと一緒だね。本当に入った時から。俺たちが5年ぐらい。そうだね、5年ぐらい。5年と、もう親友でしょ。確かに。親友で5年半も死ぬから。マジまだラーメン行こうぜ。ラーメン。そば。ラーメン行こうぜ。ラーメン行こうぜ。じゃあもうレッスン上にあの片隅でお腹痛くなるカナさんは見えないってこと。そうだね。あ、遅刻して迷惑かけることはない。ごめんじゃん。それはごめんじゃん。まあ頑張ろうぜ。かわそう。マジかわそうさん。楽しみ。ね、やばいね。しぐれ。ありがとうございました。寂しい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとう。ラブユー。ありがとう。いやもう最高です。もうずっとステージ立ってたいですね。めちゃくちゃ綺麗で、もうあと1回しかないんで、本当の本当にもう何も悔いを残さないように最高の全力で、もうめちゃくちゃどめちゃくちゃパフォーマンスしたいと思います。まだやる気あったらマイク持ってきた。でもまだ3分あるんで。最高でした。最高。いや意外、ちっちゃい子もいて、手振ったら振り返してくれたんで嬉しかったですね。シュートのうちは思ってたんですけど、その子可愛かった。立ち位置的にカナタが隣が多かったんですよ。だからここにいなくなるって考えると、うわーって感じです。なんかちょっと泣きそうになって。頑張るにゃ。かわいい。嘘、誰今。俺めっちゃ乗ってませんでした。ノリノリっすよね。寂しいっすよ。俺のいじり合いっていなくなっちゃうもんな。あれ見て俺泣きました。家入ったら絶対あれなんで、家入る前に一回見て泣いて涙出て家入りました。家ならと泣いてそれ。だから俺ライブ自分後回しするじゃないですか。だからなんだろう、俺的になんか別に俺だけかっこよくして、俺一人かっこいいよりも、俺別に後回しして10人ほかかっこよくすれば別に俺もかっこよく見えるじゃないですかっていうスタンスなんですよ。別に俺だけかっこよくなって俺一人かっこよくても別にみんな目立たないし、でみんなかっこよくしてから別に俺間に合わなくて全然メイクできてなくて髪できてなくてもみんな10人かっこよくしちゃえば俺はかっこよく見えるんで、こう最後だから俺がセットしたかなと、こう全部の部の人に見せてあげたいっていうのもあって、なんかこれ一部だけじゃなくてやっぱり最後カナタを見る、俺がセットしたカナタを見るのもファン最後だから、なんかこう一部だけセットしたから OK じゃなくて、なんか二部三部も全部やってあげたいなって言ってやったんですよ。先に俺の頭として全然気が好き、全然気が好き、見ようぜ。エンちゃんとしかカラしか録画できないカナさん、うん、しみる。マジうまい。3時半から何分？30分撮ってるけど負けで終わるつもり。こういうことでしょ、配信はこうやって映るの。はい、これ本当にテスト配信なんで、トラック最強、あそこのカメラワークも。出ちゃったね。何これ。本当にこうする直前まで迷いました。そう、変顔しようと思って向いたら近かった。おっと思って。そうですね、まだ楽しさが勝ってたんですけど、だんだん終わりが近づいてるから、なんだろう、2つの気持ちがこう来てますね。まあメンバーの絆も深まってきて、でライブの数も重ねてどんどんなんか楽しくなってきたなっていう気持ちがあったので、それをなんか先につなげる曲を作りたいなと思って、でいろいろ探してて、まあファンタジー路線の第3部作的な感じで作ろうと思って、最後は全員が歌ってまた次のステップに行けるような曲を書こうと思って、はい、オズはもともと西の魔女っていうやつ、ね、それを倒すために違う目的で集まった、その道中出会った仲間たちが同じ目的のために、まあそういろんな種族とかも違うけど頑張っていくみたいな、そこがちょっとバディーズっぽいなと思って、はい、いろんな個性的な人がいるので、出会い方も違うし、それが集まったら強いよっていう気持ちでぴったりやってました。なるほどね。ここはどこなんだ、森に囲まれ道なき道をドキドキ進んでく、飛ばれここはほら危険じゃ迷い込んだのか、おたけび響かせ心が組みやられてく、恐れず実り越えてく、一瞬戸惑いすぎてゆく、誰もせやられてゆく、勝負を乗り越えてゆく、遥か彼方進んでいく、長い旅路を辿って抱えてきた悔しい思いも願いも叶えるためにこの広い世界へ。あっという間な気がしましたね。
1部、2部気づいたらあと1回1回で、しかもね11人全員のつながりを見せれたらなっていうふうには思います。ほんと単純なんですけど、本当にああこういう環境にいられて幸せだなっていうふうに思ったし、楽しみかついいパフォーマンスを見せれたらなっていうふうに思います。本心めちゃめちゃ寂しいですよ、そりゃ寂しいですけど、うん、ちゃんと笑顔で見送れたらなっていうふうには思います。正解だといいな、本当にお願い正解であって。いや1部も2部も、まあ、次ラストの3部ですけど、そのみんなが一人一人が、まあ、その思うことだったりとか表現したいことだったりとかあると思うんですけど、僕はとにかく楽しむことを意識して、でそうですね、みんなで第3部も盛り上がっていきたいと思いますので、ね、金田君と僕は変音動物組なので、僕はお魚で変音動物、金田君はその寒い時すぐにその体温が下がってお腹を壊してしまうというそういう語源なんですけど、まあ、水魚の交わり、永遠の水魚の交わりで平穏動物組頑張るぞ。魚欲が高まってるで、その話はちょっとしてたから普通に釣り行きたい。マジで行こう、予定行きましょう。マジで行こう。オズもマイクあるんだし。確かに。もうずっと歌っちゃえ。もうここを抜けたくて。やっとけば。せっかくやっときなよ。君を信じる永遠に大好きだマイバーディ欲しいって。大好きだマイバーディ。いただきました。これはレアですよ。いやもうめちゃめちゃ最高ですね。やっぱりこうなんだろう、このライブをするために活動してるっていうのは大きいので。もうこうやって直でこうお客さんを対面に僕たちがパフォーマンスできるのはめちゃめちゃ気持ちいいし、なんか本当に予想以上にやっぱファンの方がいると僕たちもめっちゃこう気分上がるっていうか、お客さんも楽しんでるのが目に見えてわかるし、なんかこうやっとできてよかったなっていうのがめちゃめちゃ強いですね。オーライと2部は普通に踊ったんですけど、1部と3部ではもう本当に煽り重視でこうクラップとかこう煽ってサビでみんなで飛ぶっていう、あれがもう抜群に気持ちよすぎて、なんか本当こうザ・ライブだな、ライブでしか味わえないそのなんて言うんだろう、このオリジナルのパワーといいますか、すごいこうみんなもめっちゃ飛んでくれてめちゃめちゃ気持ちよかったですね。めちゃめちゃもうほんとやばい、もう会場がもう全部みんなこうすごいっす、あれはあれはもう来た人しか味わえないんですから、僕たちもいずれかいろんなとこ回ってまだ直接会えてない方にもお会いしたいですね。ほんとにもう一瞬で終わっちゃうんで、あもう終わりかっていう幸せな一日にしたいです。見てちょバイバイ、頑張ります。カナタが俺がトイレしたら森くん最後痩せたりさえ待つってなんか涙こらながら言って、なんで泣いてんだみたいな、嬉しくて止めないっすよ、あいつそのまま涙目だから、あいつ逃げました、あそこに。あ、いてるいてる、泣いてる泣いてる泣いてる、嬉しい泣き、入ってないっす。入ってない。なんで入ってるの、これ。頑張りましょう。頑張ろう。よし。
以上、泣き虫かなと。お客さん入ってやっぱりファンサービスもできるだけして、なんかダンスのパフォーマンスもなるべく高くしてって やると、やっぱリハでは想定できなかったミスというか、なんか違うこととかが出てきちゃうので、まあそこをなるべく修正しながら3部いいパフォーマンスを見せれるように頑張りたいです。なんか今もうこのライブ終わったら、じゃあかなたと一緒にする仕事がなくなったり、ライブ一緒にステージ立つことがないっていうのがもうまだ実感でなんかないですね。悔いがかなた自身の残んないようなパフォーマンスを一緒にできたらいいなと思います。やっぱ一緒にいる時間長かったんで、一緒に帰ることとかも一番多かったかなと思いますし、まあ、さっき話してたけど5年半一緒にいたんで、なんていうんですかね、もういなくなるって考えられないっていうか、もうかなた本当に一番熱心で、すごいなんか聞きたいこととかもこうバンバン聞いていけるタイプで、やっぱすごいダンスも人一倍練習してくるし、こうパフォーマンスもこうライブをやるたびにどんどん磨きがかかって、こうどんどん楽しそうにダンスしてるのをやっぱ分かった見てきたので、一番今日のライブが楽しそうに踊ってくれたら嬉しいなって思います。いや、やっぱバディがいいっすよ。なんかすごく素敵、みんなのパワーっていうのがすごく直接こんないただけて嬉しいなっていうふうに思いますよ。自分で言うのもあれですけど、僕は本当普段全然弱気というか、なんかこうこじんまりしてるなんか人なので、なんかそれがやっぱステージの上だとすごく楽しいし、もう嘘偽りなく俺が一番かっこいいと思ってやっぱ俺踊っちゃってるタイプなんで、そういう時ぜひ見てほしいですよ。ライブを全部本当に普段と違うと思います。僕たちとバディと絆っていうのはすごくやっぱ会ってない間に深まってるなっていうのはすごく踊りながら感じたことなので、なんかやっぱこの人たちをもっとこうなんか大きいとこ連れていきたいなって素直に思いましたし、なんかいろんなエンターテインメントを届けて笑顔にしていきたいなっていうふうに、なんか踊りながらもそこは冷静になんか思いましたね。あなたが本当に気持ちよく最後までパフォーマンスしてくれたら、うわ泣きそう、すごい泣きそう、すごい泣きそう、なんでだろうね、なんでだろう、バディーズでよかったなって思ってもらえたらすごくリーダーとしては心が救われます。すごい嫌だすごい嫌だね、なんでだろうね、みんなの、ね、気持ちを考えたら辛いなっていうふうには思うんですけど、僕たちがね下を向いてちゃ始まらないんで、な気持ちよく送り出せたらなっていうふうに思います。背中を押せるよう頑張ります。みんなで泣かせてきた、俺も涙もらいにダメです。何の通称って次なんでしょ、これ頑張りましょうっていうやつですね。よっしゃ、じゃあサンライズ、サンライズ、さあラスト5人に決まりになりました。はい、まあラスト11人でのパフォーマンスになりますが、はい、やることは変わらず、来てくれたお客様にしっかり感謝の気持ち持って僕たちのできるエンターテインメントを全部、伝えていきましょう。はい、はい、まあ気合は入れつつも冷静に、気合は気合は注意ですね、すごい気合だよな、はい、じゃあ最後に楽しんで楽しませて幸せにして帰りましょう。はい、オッケー、ラストいきましょう。 BUTDRS プーさん BDS お願いします。早くない？早い、だって俺もクリキコミで来ちゃうかもな、ね、ドゥドゥでもドゥ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 
頑張りましょう。頑張ろう。楽しめ楽しめ、めっちゃ楽しみます、ね、楽しみね。楽しめな、はい、ありがとうございます。すも行ってらっしゃい、一緒に行きますよ。ショーが上手くて羨ましくて、そこからめっちゃダンス頑張って、すげえ。そっか、ありがとう。それ楽しもうぜ。楽しんで、楽しかったら、まあ、そう、一緒に楽しむぞ。俺もあんたの積極性にはいつもあれよ、自分ダメだなと思ってた。いやいや、あなた羨ましいなと思ってた。頑張ろうぜ。人をね、好きにさせれるんだから、その力があるんだ。ここだけです、この涙は。あっち行ったらバチバチに決めるんで。そうだよ、うん、かまします。今までの全部をこのライブに全部注ぎ込みます。いますちゃんと。今日のこの景色忘れないように。やめてください。ごめんごめんごめん、絶対忘れないっすよ、うん。メンバーのカナタが、卒業することになりました。なので、はい、今日は、カナタからぜひお言葉をいただけたらなと思います。もうこのライブで、はい、次の曲でですね、僕は卒業します。今日のためにたくさんリハとかいろいろしてきたんですけど、すごいそういう練習とかがこれからなくなっちゃうんだなって思うと少し寂しい気持ちもあります。こういうステージに最後立ててみんなに最後会えて、バディとバディーズでここに立てて、僕は本当に嬉しいです。ありがとうございます。泣き虫ですね、せいや。めちゃめちゃ泣いてただろ、あんた。あのね、本番前も泣くのよ。本当だよ、暑いんだから。何泣いてんの。あんた泣いてたでしょ。泣いてないって、エフェクトで。泣いて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 。さっき泣いてたよ。本当、今まで結構最初の頃とか思うようにワンマンライブとかできなくて、たくさんなんかいろいろ僕たちも苦労したこともたくさんあったけど、バディがいたから今ここに立ててるし、バディのおかげで僕は胸を張って卒業できます。本当に今までありがとうございました。お疲れ様。
いやお疲れ様、ありがとう、本当にお疲れ様です。バディと僕たちで最後、はい、一つになっていきましょう。聞いてください、ブライター。オーケーサンライズ、本当にラストになります。最後まで最後まで幸せ持って帰ってください。重なり合ういくつもの光、探し続けていたファイルを何に悩んで何を失って聞いたんだろう。 We are one。 かけがえのないかけらを集めて誰も見たことないような。 OK、 こっちの皆さんで一緒に行きましょう。ラスト、君の元へ届けるよ。ありがとうございます、皆様がいてくれての僕たちだなと本当に、実感しております。また、絶対に会いに行きますし、会えるように僕たちも努力しますので、引き続きバディーズの応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ますお願いします。
します、うん、今までありがとうございました。これからもバディとしてお呼びしてます。 BUDDIIS ボーさん BDS お疲れさまでした。